よろしくお願いします。アルバム渋谷店の鎌倉です。バージン網から前頭ブリッジの、正しい乗せ方と、あとブロッキング、あとその塗布量を分かりやすく、教えていきますので、よろしくお願いいたします。手順としてはその毛先から根元にかけての塗り方と、まあ収め方を分かりやすく説明していけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。先にブロッキングから、説明していきます。サイドを分けるときに、できるだけ顔周りだとこめかみがあるので、少しイヤトゥの耳後ろ1センチからスライスを取っていただけるようにしてお願いします。だいたいだから止めずにそのまま放置していただいて、そっちも同様に、イヤトゥで分けてからバックの毛先からスタートします。でその毛先から乗せていく理由としては、反応が遅いところから必ず塗布していくので、毛先から乗せていくって感じです。で必ずその乗せるときは下からではなくて上から乗せていくようにしてください。でここで注意としては、この上から毛先を乗せていくんですけど、下からまた毛先をチェックしていくので、スライスは必ずきれいに、してから乗せていってください。乗せていきます。でブリーチの塗布なんですけど、先に、こういう風にパッて収めてしまうと乗せた瞬間から反応してしまうので、できるだけぼかしながら毛先を乗せていってください。最初このぐらいで、大体全体の4分の1ぐらいを収めて、次スライスを丁寧にしてそのまま毛先から乗せていってください。で今塗ったスライスが、そのまま重ねないようにそのまま放置しておいてください。で今毛先です全体に乗せ終わったんですけど、次また毛先のチェックを下から行うんですけど、次は最後に乗せた方からスタートして、また順に逆に戻っていく形になります。で今ここを最後上から乗せ終わったんですけど、またここから下からチェックしていきます。でスライスを合わせなかった理由としては、できるだけすぐ拾えるように、そのまんま手で持ち替えられるように、あくまで今毛先のチェックなので、まだ中間はいかないようにしてください。で今毛先が塗り終わりました。したら次は下から中間のここまで、塗布をしていくので、そのまま上からではなくて下からそのまま乗せていきます。これもさっき毛先と言ったことはほぼ一緒なんですけど、できるだけラインが出ないようにぼかしながら乗せていってください。中間と毛先の塗布量に関しては、毛先の方ができるだけ多くなるようにしっかり塗布してください。
どんどん細かく混ぜてください。でここで注意点としては、根元に近づくにつれてできるだけ、オンベースで乗せていけるようにしてください。オンベースじゃないと、めくった時に根元についちゃう恐れがあるので、例えばここのベースでしたらここではなくてできるだけオンベースで引き出して、根元だけど中間よりも毛先の方が塗布量が多めになるように塗布していってください。今全て中間が塗り終わりました。で今また中間まで乗せた状態ですね。で次乗せ終わったらまた下から一発で次4分の3までここまで詰めてしまいます。次は根元にどんどん近づいていくので、よりその、オンベースを意識してやっていってください。根元だいたい2センチ外しぐらいまでこのオンベースはここなので無駄のないようにと、さっきも言ったんですけど毛先に、塗布量がしっかりと伸びるように収めてください。ここから面が広くなってくるのでできるだけ、放射状にしっかりとムラなく塗れるように髪の毛を広げてあげた状態で根元2センチ外しオンベースで乗せていってください。で今ミドルゾーンが一番鉢が広い部分なので、例えば面を目いっぱい広げたとしても、例えばこっちの方が濡れてないのでまた手で切り替えてあげてオンベースでしっかりと2センチ外しで塗れるようにしてください。ここも同様、毛先に塗布量が多くなるように乗せていってください。でスライスが綺麗じゃないと、根元につく恐れがあったりとか、下からチェックするときにすごいやりにくくなってしまう可能性があるので、できるだけスライスは全て綺麗に均等に収めていってください。でここが、一番頭の丸みが強いところなので、できるだけ、鉢植えに来た際は細かく取れるようにと、必ずオンベースなのでこの位置ではなくて頭皮に対して90度の位置に引き出してあげて塗布をできるようにしてください。2センチ外しの理由としては、その頭皮の暖かさで、熱伝導する、幅がだいたい3センチぐらいなので、できるだけ2センチは最初外して全て塗り収めてください。ここのオンベースはここですね。ちょっと本当にトップはほぼこのぐらいの角度で引き出してあげて、裏も必ずチェックしながら乗せてください。で同様ぼかしながらですね、塗布量も乗せるんですけど、できるだけここから下の方が塗布量が多くなるように乗せていってください。
根元につけさせたくないのでオンベースでやっているので、例えばここでここがオンベースじゃなくてここの位置ではなくて例えばここの位置で塗っちゃった場合っていうのは2センチ外しだったとしても例えばスライスをめくった時に根元についちゃう恐れがあるのでそれを防ぐためにできるだけどの角度も必ず90度で引き出して必ず手で支えてあげる。スライスは緩和にかからないように、この角度でスライスをしてあげて気持ちをお客様の顔から避けるように後ろに引っ張って通してください。今これ根元を、大体2センチ外しで全て、中間から毛先に塗布された状態になります、まあ、やっぱ全体的に均等がいいんですけどそれよりもやっぱ毛先が上がらない方が良くないので毛先の塗布量だけやっぱり少し多い状態になります。でここからまた下から一発で根元を詰めていくんですけど、まあ、この時にさっきも言ってたそのスライスをできるだけ一緒にしない理由としてはここを下からチェックしていくときにこのままバックから下からチェックしていくんですけどこのスライスを根元つかないように置いていってあげてこういう感じです。根元つかないように上に乗せてあげて例えば、アルミを引くとかでも全然大丈夫です、下に落ちてきちゃうかもしれないので毛先だけ、ダッカールを留めてあげてください。でここからも下から塗布していきます。今2センチ開けてるんですけどまた1センチ詰めてあげて、その状態からオンベースで根元だけコーミングして収めてあげます。根元は本当に上がりやすいのでもうほぼベタで塗るってよりかは全てコーミングで収められるようにしました。そしたらダッカールを取ってあげて次のスライスの部分を下ろしてあげてください。必ずオンベースにしてあげて今2センチ空いている状態なんですけどまた1センチぐらい詰めてあげて、そのままオンベースで根元をコーミングしてあげてください。サイド根元ついてないのでできるだけ際とかが結構塗り漏れ多いのかなと思うのでだって際も塗ってあげた状態で根元1センチはほぼコーミングで乗せてください。で熱がこもっちゃうとダメージしてしまうのでできるだけこの空気に触れさせながら、放射状に落としていけるようにしてください。根元はこのぐらいしか乗せてないんですけど、ブリーチは膨張して必ず根元も、浸透してくれるのでこのぐらいで十分です。ここも同様ですね。
ここの周りが一番面が広い面なので、テケタケテで面が広げてあげて、乗せる時もオンベースで必ず乗せる部分に合わせて自分の体も動くように乗せてください。こういう感じです。今バッグ塗り終わった状態で次サイド行くんですけど、大体お客様のパッと見の目線で一番目につく場所っていうのは大体サイドの、トップの部分なので、先に下からサイドは行くのではなくて、モヒカンで後ろから取っていって下から詰めていくって形になります。大体スライスの幅としては2センチぐらいのスライスの幅を両方とも取っていただいて、もともとスライスができたのでこのまま持ち上げれば大丈夫です。一旦こっちの方は、無視していただいて、先にここを塗布していくんですけど、だいたいスライス幅は1センチぐらいで、このまんま、一番トップになるのでできるだけここの、引き出しもほぼ90度の状態で詰めてあげて、根元こういうふうにしてあげて、そのまんま後ろに収めてください。でこの時も毛先、ここの部分が一番目につくので、できるだけ毛先だけ塗布量は多めにしてあげて、そのまま自然に落としていた。でここを収める時なんですけど、根元コーミングしてあるところに落とすのではなくて、サイドの乗っかっている部分に丁寧に落としてあげてください。できるだけトップも、空気に触れさせながらという形になります。ただここも先生取ってあげて、根元1センチ詰めて90度の角度で引き出してあげて、こういうふうにしてあげてください。頭皮が90度になって自分の体勢も高くなるので、できるだけ自分も体を持ち上げてください。で均等に乗せたら、毛先のここに塗布量を多めに乗せてあげて、そのまま空気に触れさせるようにサイドに下ろしてあげます。塗布するコツとしては、
1cm 詰めて、ここは同様に根元も詰めていくんですけど、例えばその根元にせっかく乗せた薬をハケでこう取っちゃわないようにしてほしいので、できるだけ角度がこうじゃなくて、その垂直に引き落として裏までちゃんと浸透するようにしてあげてください。で、手で揉み込みながら、毛先の毛先は塗布量多めで通していってください。で、根元頭皮は高いので、だいたいここから上は必ず塗布量薄くても、必ずリフトするので、そのままコーミングで乗せていってください。はい、今全体塗り終わった、収まり方がこういう感じなんですけど、毛先から塗布して必ず根元詰めるところまで手順があって、毛先から根元まで、塗布した状態と収め方になります。毛先がやっぱり必ず上がるようにしないといけないので、どんな、工程でも必ず毛先の塗布量をしっかりと多めに、塗布してある状態です。で、根元もコーミングして必ずリフトするようには絶対になるので、できるだけ根元に重ならないようにオンベースで乗せて、毛先の塗布量はしっかりと乗せてあげるという形ですね。で、基本イヤートで分けちゃうんですけど、必ずお客様の目で一番映る場所っていうのは大体サイドの鉢植えになるので、ここはモヒカンで乗せてあげるんですけど、後ろですね、イヤートで分けたバッグの、根元がコーミングで詰めてるんで、ここに被らないように必ずサイドのバッグに収まるように、サイドのモヒカンの部分は収めているって形になります。お客様に、ブリッジバックをしてあげることによって、根元もコーミングで詰めているので、例えば次回のメンテナンスの時に、その切れ毛だったりとか、そういうのを防げる、塗り方にもなるので、っていう感じです。